本当の豊かさを身につけるためには、創造の源である統一場の持つ特徴をしっかりと理解する必要があります。超越瞑想法の創始者であるマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーが物理学者のグループに、統一場、物質が生み出される究極の場の性質を説明してもらった後に作成された統一場の持つ25の特徴をご紹介しましょう。この特徴はインドの古典的聖典ベーダの中に説明された創造の源であるブラフマの特徴とも一致していました。あらゆるものを創造できる神の領域である統一場の持つ特徴を、あなたもぜひ身につけてください。アインシュタインはかつてこう言いました。私が知りたいのは神の考えだ。それ以外はすべて些細なことでしかない。統一場の特徴リスト1、あらゆる自然法則を生み出す基盤。あらゆるものを作り出す自然法則のすべてはこの統一場の中に見つけ出すことができます。現在科学者は自然の中には4つの基本的な力が存在すると教えています。その力とは、地球を回転させ惑星が飛び去らずに軌道上を動けるようにしている万有引力、そして光、熱、電気など私たちが日常生活で利用するエネルギーを作り出す電磁力、原子の核を構成する強い力、そして元素や放射能の変換を引き起こす弱い力です。物質が作り出されるときは必ずこの4つの力が働いています。しかしこれらは単なる力ではなく知性の場でもあるのです。この4つの力すべてを作り出す母体である統一場は、あらゆる自然法則を生み出す力を持っているからです。リスト2、無限の組織化能力。統一場はあらゆるものを組織化しています。銀河系や星の動き、地球の自転、季節の循環、人の生態リズム、適切な季節に常に同じ場所に移動する鳥、卵を産むためにふるさとの川に戻ってくる魚、植物や動物に見られる自然の生態リズムなど、創造されたものはすべてオーケストラのように全体と調和しているのです。文字通りこの場には無限の組織化する力があり、同時に無数のことを実行しながら、この無数のことを互いに密接に関連させています。人体も組織化する力の場です。1秒ごとに人体では60億もの反応が発生していますが、どの反応をとっても他のすべての反応と無関係には発生していないのです。どの生化学的な反応も体内で起こっている他のすべての生化学的反応に気づいています。人体は同時に考えたり、ピアノを演奏したり、星の動きを観察したり、毒素を排除したり、細菌を殺したり、子を作ることができ、しかもどの活動も他のすべての活動と関連しているのです。統一場にはこのような無限の組織化能力が本質的に備わっています。
統一場を深く知り、この場が自分の本性であることを実感してもらうことで、あなたにも無限の組織化能力が自然と養われていくようになります。リスト3、内側はしっかり目覚めている。統一場は純粋な気づきの場です。この場は全く眠ることなく、いつも活発に働き、表面は静かでも内側はしっかり目覚めています。純粋な気づきの場にきちんと注意を払っていれば、あらゆることが可能になります。リスト4、無限の総合関連性。繰り返し述べますが、統一場ではどの一つをとっても他のすべてのものと関連を持っています。リスト5、統一場は秩序の場でもあります。表面がいかに混乱しているように見えても、常に秩序は保たれているのです。最近はいわゆるカオス理論について数多くの情報が提供されています。それは表面がいかに混沌としているように見えても、その表層の奥深くには秩序が存在しているということに他なりません。リスト6、無限の活力。統一場は常に変化し発展していく場です。静寂であってもこの場にはあらゆる可能性を作り出してくれる無限の活力が秘められています。この場には柔軟性も秘められています。この場は静かです。休息で英気が養われるように、沈黙の中には活力の源が存在しています。沈黙に深く入っていけばいくほど、逆に活力があふれ出てくるものなのです。リスト7、無限の創造力。宇宙の全貌を具体的な姿で表すことほど創造的なことはありません。宇宙の姿を明らかにすることは、無限の可能性の場のレベルから生まれた思考を実現することに他なりません。本当の自分に戻れば、私は水になるかもしれないと密かに思うと、水になれるということです。山になりたいと思えば山になり、銀河になりたいと思えば銀河になります。平穏で静寂で永遠である純粋な自己に戻れば、至福の状態が味わえるでしょう。この状態の中で思考がひらめき、この場にさざ波を立てることで宇宙の全貌がはっきりと現れてきます。スーフィー教徒の偉大な詩人ルーミーはかつてこう言いました。私たちは何もないところから紡ぎ出され、塵のように星をばらまきながら生まれてくる。これが創造のメカニズムです。